滝川クリステルさんも読み上げてた。ごめん、何言ってるか分かんない。松岡流卵開け術ってのがありました。それで、やるでしょ。で、パカって左手がやばいことやるウェッティ、ウェッティ、こっそり使え。ありがとう。でかくね。そうだね。てか、すげえ汗かいた。いや、プロでもひっくり返せないよ、そんな大きいの。島崎松岡の声優プレイ。はい、ということで今日は、お絵かきホットケーキ、お絵かきホットケーキやります。あの、はい、地域ニュースにも取り上げられていたという、あの伝説の、あの伝説の、あの滝川クリステルさんも読み上げてた。ごめん、何言ってるか分かんない。生地をこれに入れて、うん、で先に絵を描いて、先にね、絵の部分黒焦げになるじゃん、うん、でその上にホットケーキポーンってやれば、うん、なんか最終的に印刷されたみたいな状態になる、うん、だってさ、うんうん、うまくいくかな。まあでもほら、ひっくり返した瞬間にあの悪魔みたいな感じがする。ありうるね、うん、これ使うのバイト時代以来だな。普段使わないよね、基本ね、うん、パフェ作るときに行きゃんですよ。俺めっちゃお菓子作ってたときぐらいだな、うん、あ、そうだよ、信長やるんだもんね前はね、今も全然やんないけど、うん、でもとりあえず、うん、普通に一回ホットケーキの手順でいいみたい。うん、これは目分量、目分量でもいいけど、事故るからちゃんと分量を測ろう、うん、と、牛乳は 170ml だって。これが200だよね。うん、100。これ結構いっちゃったかな。いや、まあいいか。いいんじゃない。いや、150いってないんじゃない。で、卵。卵。松岡流卵開け術ってのがありました。俺これで開けるんですよ。これでまずここでね。うん、ここでもいいんだけど、いやこっちの方がいい。いやでもこっちかな。こっちかこっちにするか。うん、で、でやるでしょ。でパカッて。かっけー。でもね、左手がやばいことやる。ウェッティ、ウェッティ。で、混ぜましょう。うん、やばいな、これ。なんかさ、うん、キッチンでやってないからさ、うん、怖いよね、ちょっと。なんか変な感じする。こぼしそうだし、うん。俺、それができないんだ、俺。どうやってやるの、それ。え、なんかこう。どっちかというと前後って感じ。あ、前後、回しながらの感じだよ、うん、楕円形に回す感じ。楕円形に、なるほど。優しい、でもいいよ、繊細な手つきが。あとはミックス加えるだけだ、うん、なんでそうなる。え、俺、マッシュポテト潰した時みたいな。嘘、一気に全部入れた。うん、分けて入れた方がよかった。あ、なるほどね。で混ぜてたら多分、うん、いい塩梅になってくるよ、うん、すごいクリーミーになったぞ。カスタードクリームみたくなった。いい感じで、これをね、うん、少しこっちに移して絵を描く、うん、なるほどね。そう、あん、あーん、あーん。一応入ったけどな、この先をね、これ足りんのかな。いやでも絵を描くだけ。え、あ、絵描く分だけで、そん、ホットケーキ分ある。え、あるか、ギリあるか。何か決めてないな、何かこう絵心ないからな。いや、気持ちだよ、気持ち。確かに、おいしくなーれ、おいしくなーれ。綺麗にハート描いてちゃう。描けちゃう、描いてちゃう。あ、オッケーオッケーオッケー、いける。あ、やべ、これ早く描かないと本当に裏真っ黒になるんじゃない。だね、これ結構太めに描いた方がいいのかな。ね、どうだろうね。うん、そこのバランスわかんない。できた。
できた？うん。あとはこの上にベチャってやればうまくいくっていう寸法さ。あ、すごい、めっちゃ絵描いてんじゃん。え、すげえ。あれでもこれ気づいちゃったな。うん？何？これ逆になるな。逆？あ、そういうこと？これこうでこうだから、うん、逆になるな。そうか、逆になるのか、うん、あ、でも俺絵だから別に関係ないや。絵は大丈夫だね、うん、よし、俺もできた。もう、あ、お前よく描いたね、すごっ絵うまっ。 OK、 絵うまお前。ドーン。大胆に。やべ、これ足りねえよ。こっそり使え。ありがとう。でかくね？そうだね。あ、もういけてるわ。いきます。これ使う？うん、おお、うまくできてんじゃん。ああ、でも周りも焦げちゃったから分かりづらかったけど、でもギリギリ読めるな。あ、俺もいけてるわこれ。いけてる、うん、超対策だな、ね、その。はい、おお、いったー。あれ、ああ、見える見える。でも見えるけど、あれだな、周り焦げちゃったね、俺と一緒だけど、うん、文字は死んだ。死んだね。え、でもギリギリ見えるよ、うん、意外と線細くなっちゃうな。はい、ということで完成しました。俺たちの完成しました。ロボットケーキ。はい、僕のは順位が組んでましたが、超ハート1億パーセントラブです、僕のホットケーキ。はい、なんかもうこの字が逆なのも趣があっていい気がしてきたよ、うん、うん、なんかあのさ、家の表札にかかってても別におかしくないようなデザインしてる、ね、してるね、うん、パーセントはいい味出してる、うん、よし、すごい。これね、一応キリと書いたんだけど、で、ここにね、うん、ユージオって文字を書いたはずだったんだけど、うん、そこがね、意外とね、こうカチャカチャやってたから潰れちゃった。でもうまいね、あのキリトに見えるもんね。てか、あの最初にこう書いてた時めっちゃ見えたもんね。あ、そうやったらよかったわ。最初あれっつって、うん、あれでもキリトに見えるけど最初ユージオなのかな、あれでも表情キリトっぽいなと思ってたら、うん、キリトがユージオって言ってたもんね。そう、ユージオ書こうと思ったんだけど、あれ意外とユージオってキリトの髪型に横羽加えたらユージオなの。似てる似てる、あの二人意外と顔も似てんだよね、うん、そう、ユージオのちょっと癖っ気で、うん、あの毛が柔らかそうだけど、だからアフレコの時もね、あったあった、うん、どっちどっち線画でね、うん、はい、ということで、はい、俺たちの超ハート1億パーセントキリトができました。できました、はい、いや、しかしこれすぐの食い応えありそうだね、これ。すごいね、こんな感じになるとは思ってなかったんだよね。いや、キリトの顔をね、うん、アンパンマンばりに僕の顔を食べたね。そうね、たださ、うん、不思議じゃない、うん、なんでここは焦げてんのにさ、うん、真ん中焦げてないの、そんなに。周りの方が温度高くなるのかな、 薄かったから、周りの方が。真ん中って熱いじゃん。あ、そっか。だから第2回がもし回ったら、多分文字は高い温度で1回焦がして、うん、で温度1回すげえ下げて、絶対焦げないようにホットケーキを上から作ると、うん、多分文字だけ焦げて、うん、めっちゃ目立つのかもしれない、うん、絵だけ。そうか、皆さんもぜひやってみてください。これご家庭で簡単に、簡単な材料と素材で作れますね、うん、はい、家族で楽しめる、これは確かに面白いな、これ、うん、はい、ということでこの後俺たちはね、バターと、ハニーシロップでね、うん、美味しくいただきたいと思います、はい、てかすげー汗かいた。暑かったね。あと、うん、汗、失敗できない。確かにこれやばかったよ、その、うん、いや、プロでもひっくり返せないよ、そんな大きいの。ということで、お絵かきホットケーキでした。でした。はいよー。島崎
松岡の声優プレイ、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、よろしくお願いいたします。